近年のジャンプメソッドの集大成みたいなのをやってんなと思ったんですよ、うん、レティがすごくある共感できるお見事ですっていうね、いかに序盤で掴んで解放するかってこと。まずはですね、エンタメ業界としての漫画家としてお金をもらって漫画で食っていくためには、ここは忘れられないっていうか、まあ、絶対だっていうところが最初の3話だっていうことですね、はい、その1個だけ言っときたいんですけど、はい、例外あるんですよ。序盤に掴まなくてもヒットする作品はあるんですよ。だこれは全部じゃないです。これは今までのその漫画の、あのメソッドの集大成みたいなことを僕これから言います、うん、そのつかみの集大成です。 あるんですよ、技が3話でつかむ技を今日公開するってことします。はい、これはねあるんですよ。ポイントが本当にいくつかあってですね、まず最初にざっくりとですね、1話2話3話どういうふうにやったらいいかというのは、まずこういうことを、ね、これを忘れないでほしいんですけどね、はい、1話ですね、1話って何をするかって話なんですよ。自己紹介じゃなくてキャラクター主人公の紹介をするっていうのが1話なんですよ。はい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 、こんなやつですって、でこんなやつですって言って、あこんなやつなんだって思ってたら、こんなやつが大変なことになりましたっつって、えどうなっちゃうのっていうのが1話でですね、2話目がかなり大事なんですけど、どうする私、こんなやつですから話が始まって、そしたらそいつが大変なことになるわけで、今までぼんやり生きてきたんだけど、 何かしらの選択を迫られると、うんうん、どうする俺、どうする私って思ってるところに、うん、ここが重要ですよ皆さん、忘れないでください。次の爆発が仕掛けられるんです。2話目に重要な次の爆発っていうのは結構大事なんですよ、はいはいはい、1話目でこんな話かなって思ってたら、ここで大きく裏切る何かがバーンって入ると、2話目でガッと掴めるんですよ。問題はその後3話目です。こんなやつにこんなことが起こったって言ってみんなが見るじゃないですか、うん、一番気持ちいいやつを3話目でとりあえずマックスでぶち込む。もうあとないと思ってください。この連載3話で終わるって思うくらいにピークでぶち込むって、一番こう気持ちいいやつで圧をかけてそっからの解放っていうので3話目っていう、はいはいはい、この3つっていうことなんですよ。これをですね、なかなかのつかみを見せた怪獣8号の話をします。それがメインですからね、怪獣8号、怪獣8号、うん、でね、最近の作品はどうなのかなと思っていくつかの序盤3話だけ見ると、うん、いうのやってた中で、あこれあれだなと思って、近年のジャンプメソッドの集大成みたいなのやってんなと思ったんですよね、うんうん、で呪術廻戦のゼロとかも本当素晴らしいつかみですよ。ダンダダンも本当素晴らしいつかみなんですけど、うん、あのね、作家性強いんで、うんうん、振り切ってないんですよ。どっかで複雑なところが残ってんの、何回の部分も残ってんの。あ、呪術廻戦とかね、はいはい、チェーンソーマンの中にはちょっとあるんです、ありますね、そういう部分がね。だからそれは作家性がいいで、逆にその作家性が後にすごいパワーを発揮するわけなんですが、このね、怪獣8号はね、本当に優等生めちゃくちゃ優等生だなと思いましたね、はい、でこれ、早速紹介しますけど、第1話ですけどね、この作品の冒頭で怪獣が大暴れしている、で怪獣が大暴れしている日常を我々は暮らしているんだっていうところをまず絵で見せます。でその怪獣を倒すかっこいい人間たちが出てきます。ウルトラマン出てきません。だからこれは人間が頑張って怪獣を倒している世界なんだなってところまで見せるわけですね。もうめっちゃ序盤でそれパンパンと見せるんですけど、うんうん、問題はそれ倒した後ですね、主人公登場します、はい、倒した後に俺たちの仕事が始まるって始まるわけですね。だから、怪獣を倒すのが仕事じゃなくって、怪獣は倒された後に巨大な死体になると、うん、でその巨大な死体を処理するのが俺たちの仕事なんだっていうことで話が始まって、うん、主人公のこの男が出てくるわけですね。このありがとなって言ってるこの人の名前が日々のカフカ君。もう名前がこの作品の全てを表してしまってますね。変身するんですよね。だからあカフカなんだ、こいつ変身するんだって思わすような何かがまあちゃんと、まあ、ありますよね。この人は産経仕事っていうと懐かしい感じですか、きつくて汚くて、苦しい、なんだっけ、危険な現場っていう、うんうん、要するに今肉体労働の仕事をしてて、しかもかっこよくないと。で昔は怪獣倒す側になりたかった、だけど、今はなぜか怪獣の処理をする仕事だと。でしかもそれをやると臭いと、うん、で、ここでさっき言ってた昔と今の話が出てきますね。昔なんでそういうふうに思ったかっていうと、友達の女の子がいて、
で、まあ、2人とも怪獣に被害があってると、うん、で2人で怪獣倒そうねって約束して、うん、で一緒に、怪獣を倒す日本防衛隊っていうのに入ると、うん、でその防衛隊に入って怪獣を倒そうと思ったけど防衛隊に入れなかった俺っていうね、つまり、入れなかったからしょうがないから処理をやってる俺で、それで一人暮らしの日常が淡々と描かれるわけですね、うん、でテレビをつけるとなんと一緒に怪獣を倒そうねって言ってた女の子がめっちゃ出世して、防衛隊第三部隊のトップになってると、今と昔が描かれる。でこれは淡々とつまらない現実、今の俺、暮らしが、日常が描かれるんですよ。で彼はそこでさっき言ったように自分の夢を語るわけですよね、うん、でこうだったと。で彼女と結ばれたかった欲望っていうのも匂うわけですよ、うん、で現状の問題っていうのはこの状態でいいんだって思っている自分みたいなところで揺れてるというね。だからリアリティがすごくある、共感できるっていうね。だから怪獣ものっていうちょっとぶっ飛んだ設定なんだけど、主人公はめちゃめちゃ分かるよっていうリアルなラインで描かれるっていうところが、まあ一つのポイントですよね、うん、でそこでですね、現場作業に行って死体処理をして臭い臭いって言うと新人の男の子が来るわけですよね。でこの新人の男の子が、まあ、人生を揺らしてくるわけですね。この人があのレノって男の子で、この左にいる男の子ですね。このレノっていうやつが若くて元気で言いたいことを言うやつなんだよね、うんうん、だからこいつが金庫言っちゃうわけですよね。なんで諦めたんですか先輩みたいな言ってほしくないこと言われちゃうわけです、うん、で言われてどうするかっていうと、こいつ嫌なやつだなと思いながらちゃんと指導するわけですよね。だからこの主人公のカフカ君はいいやつなんだよね。いいやつで、現場で働いてるうちにだんだんこの2人の距離が近づくんですけど、うん、初日にの君はちゃんと感謝の言葉言うんですよね。そう、そこが面白いですよね。今日はありがとうございましたっつって丁寧に挨拶をするわけですね、うん、ここでまあハリウッドメソッド聞いてますよね。あの猫助けてるわけですよね。だからこいつ嫌な感じなんだけど、こういういいとこあんだなって言って、この2人が協力するだけでなく、このありがとうございますの直後に、レノ君怪獣に襲われますよね、うん、で怪獣に襲われたレノ君を体を張ってカフカは助けますね、うん、これだから次の展開が畳みかけるように行われて、アクションエピソードでこの2人の関係性といいところが見えるわけですよね。だからカフカっていうのは嫌なこと言われても後輩のために体張るやつだっていうところでこうはっきりと出る、いい先輩ですよね。それだけじゃないんですよね。この2人一回怪獣に一発食らわせたらなんとかなるかなと思いきや全く歯が立たないと、うん、大ピンチが来ると。でそしてその怪獣を倒してくれる人たちが現れると、うん、それが防衛隊に入った皆さんたちの第三部隊がやってくるってことなんで、うん、結局彼女に助けられちゃうっていうことで、まあ、二重三重の挫折っていうか挫折感を味わうっていうところがポイントなんですけど、ここでさらに爆弾が仕掛けられますね。ここで主人公がどういう人間かっていうことと、過去はどういうことだったかっていうことと、新たなる出会いっていうのが入りますよね、うん、もうね本当に優等生な展開になるんですよ、うん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 、で それだけじゃなくて、見てる方としてはお前もうちょっと頑張れよカフカって思うわけですね、うんうん、彼女とあの一緒に戦うんだろうお前は、うん、っていうふうに思って見てると、うん、だけど怪獣に襲われてるから、大怪我してベッドで寝てるわけで、病院のベッドで2人で、うん、そしてここで1話終わんないんですよね。終わんないですよね。ここが衝撃結構うまくて、2人で夢を追いかけるうんぬんみたいなところで話普通終わるんですよね、うん、終わらないでどうなるかっていうと、主人公のカフカ君のところにちっちゃいモンスターがやってきて口の中に入っちゃうと、うん、あ少ないですね明らかにね。だから能動的スクナですね。だからまあ何かが自分の体の中に入ってしまって、彼はどうなるかっていうと、これ表紙になっている怪獣になってしまうと、うん、自分が怪獣になっちゃったって言ってどうする俺っていうね。これだから彼の全部ちゃんと書いてますよね。昔も今も夢も欲望も目的も、そしてどうなるかの可能性プラス驚き裏切り、怪獣を狩る柄の人間だったのが怪獣になっちゃいましたっつって1話がバンと終わるんで、お見事ですっていうね。そしてですね、また鉄板です。朝チュンでないです、これ楽しそう。プロですだからね、朝チュンでつなぐパターンと第2話にシャワーシーンもしくは入浴シーン入ります
つまりこれでね、いきなりミナの側からの話が始まるんですけど、入浴してるミナです、うん、だから1話目では内面を見せることなく、ただ活躍してるだけの遠い存在になっているミナっていうのは、カフカにとっての遠くに行ってしまった彼女の、はいはいはい、でその彼女がどう思っているのかってところから2話目が始まります、うん、これ見事ですよね。しかも、うん、あの風呂入ってますから、うん、これはもう藤子不二雄メソッドで、まあ、静香ちゃんメソッドなの、あれヒロインは風呂に入れってそういうね、あのでね、シャワーシーンってあれなんだよ、あのね、何かあってその何かを流したいっていう気持ちの時にシャワーシーンなんですよ、ね、毎回そうですよ、葛藤して何かを自分から流してシャワー浴びながらやるっていうさ、あとね浴槽に入ってる時は回想します、なあそうね、だからね、あのミナはね浴槽に入ってます、そして回想するんですよ、うん、で何を回想するかっていうと、うん、小さい時にカフカと自分の思い出を回想する、うんうんうん、でカフカが自分のことに何て言ったかっていう、怪獣倒すのが怖いって言った子供の頃のミナに対して、俺がいつもついててやると、うん、俺が守ってやると言ったっていうね、それを思い出して、ね、ミナは嘘つきって一言言うわけです、うん、でこれミナの気持ち分かります、うん、でそこで、まあ、町で怪獣が暴れてるっていうことが報告されて立ち上がるっていうところで話がスタートするので、見事な2話目のスタート、なんだミナの方もカフカにちょっと気持ちあんじゃねえかって言って、うん、読者の方にちょっと気持ちの希望を持たせるわけですね。でそうなるとどうなるかっていうと、いつまでもあの仕事でいられるわけがないじゃないですかっていうところなんですが、ここでですね、どうする俺の決着っていうのに2話目にならなきゃ、なんでかっていうと1話目の終わりで怪獣になってますからね、主人公。さらにうまいのが、うん、その一番の問題が1話の終わりで起こったじゃないですか、はい、それを一回寄せといて別の視点から行って こっちを置いてんすよね、俺は気になるよっていうさすがのつかみですよね。そこから怪獣としての能力っていうのを初めて知るわけですよね、うん、だからまあこれってあれ変身ものですね、スーパーヒーローものですよね、まあ特殊な能力、異能力みたいなものを身につけてしまって、うん、今までの自分じゃなくなったっていうことの快楽と恐怖不安みたいなものをセットで描いていくって、でそれを全部知っているレノっていうのが、まあ、意外とできる子なんで、これがバディになっていくっていう、まあ、あの関係とか、ね、指定関係みたいなのが、うんうんうん、まあ描かれていくっていうのが、まあ、その次の話ですね。でここでですね、さらにもう一個爆発させますよね。この二人暴走しつつさらに新しい怪獣が現れちゃう、はい、そしてその怪獣に襲われそうになっている親子、お母さんとちっちゃい女の子で、お母さんは、コンクリートに下敷きになって動けない、であの女の子は困っていると、で自分は怪獣だと、うん、どうする私が出てくるわけですね、うん、あ、はいはい、で自分はどうなってもいいから、この女の子のために戦うっていう風に決意してその怪獣を倒すと、でこれはいわゆるさっき言ったメソッドで言うと3話目に当たりますね。だから怪獣8号は1、うん、2話でさっき言ったさマックスのところまでやります、うん、だからねこれ結構シビアだなと思うのが、うん、ワンピースは1話で全部やるでしょ、うん、ダンダダンもやってたの、うんうん、だから結構ゆっくりやらせてくれないんだなっていうのが分かる、だから読者の目も超えてるから大体分かるじゃないですか、うん、さっきの展開が、うん、序盤いかに序盤で掴んで解放するかってことなの、だから乗せてライドさせて活躍させる、そして方向性を見せるっていうところまで、でこれはレノと一緒に大暴れして思った以上の能力があるぞ俺っていうことで、怪獣8号実はヒーローものでしたっていうことになるわけですね。でただ怪獣倒すものが怪獣になってるんで隠れなければいけないということなので、これでまた新たなる問題っていうのが起こるということと、彼女とどうなるのかと、そしてここで決意しますよね、うん、もう一回試験受けると、うん、俺は処理班じゃなくって怪獣倒す側になるんだっていうところに行きます。なんでかっていうと、怪獣に変身したんだけど人間の姿に戻ることができるって分かったので、うん、試験受けられるってことで3話目で試験に挑むということになっていくわけですね、うんうんうん、だからこれはこの怪獣8号に関して言えば3話目は4話目ですね、普通の名言出た。今日のテーマとちょっとずれたよ。4話目です。そう。3話目。これはね、その雑誌の状況に応じてどうしようもないんだよ。あのページ数限られてたりとかするんで、だからまあここまで収められるっていうね。でこれは本当にジャンプメソッドです。だからここまででははっきりと能力と過去と目的と障害みたいなものを全部パッケージした上で男を2種類出してる。
やんちゃタイプとクールイケメンっていう、ね、うんうんうん、つまりこの主人公のカフカとレノっていうのがまあスラムダンクですよね、花道とルカワですよね、うんうんうん、だから これも全部メソッド通りで、これがまあ最初からまあバディと違いみたいになってるっていうこと、まあ、全部込みなんですけど、さらにその後第3話で何するかっていうと試験ですよね。で、入学試験っていうのがあって防衛隊っていうのに入るっていう話になるんですが、そこで、この女の子ですね、ツインテールの少女キコルっていう女の子が現れて次の展開になっていくんですけど、これ非常にうまいですよね。この女の子登場してすぐにカフカに向かっておじさんなんか怪獣臭くないって言うんですね。ここでフック引っ掛けます。バレたかもしれない。これ一つの要素になってくる。これで引っ張ることができる。でこの女の子がすごくできる女の子だっていうのは、まあ、片手で車を持ち上げるとか、まあ、そういうので見せながら、うん、さあ面白くなってまいりましたって言って、まあ、話が、まあ、序盤スタートする。まあ、なかなか見事にこれをやってますよね。どうする私からの気持ちいいやつっていう、うん、これがまあ2話までできてるなっていうことでしたね。